今回のテーマは、ロックダウンは行われるのかです、はい。4月1日ですね、都市封鎖、ロックダウンが行われるのかというのが今回のテーマになります。少なくても国による緊急事態宣言というのは4月1日には出ないということですね。 なぜかっていうと、まあね、先日、菅官房長官が,がです、ね、記者会見で明確に否定しているからということになります、一部ですね、一緒にご覧いただければと思いますインターネット上では、政府が緊急事態宣言の検討を本格化させていて、4月1日に発表、翌4月2日から首都封鎖、ロックダウンが行われるなどと、なおかつ真偽不明の情報が相当数拡散されていて、憶測を呼んでいます。 政府としてこのことを確認されているか、そして内容は事実なのか、事実でないのであれば、このような情報が拡散されていることに対する政府としての受け止めや、国民への呼びかけ等がございましたら、お願いいたします。まず、そうした事実はありません。明確に指定しておきます。現在国民の皆さんには大変なご不便をおかけしていますが、それは緊急事態宣言のような厳しい措置を回避するためのものであります。 現状ではまだ緊急事態宣言については国民生活に重大な影響を与えることから多方面からの専門的な知,知見に基づいて慎重に判断する必要があると考えておりさらに国会にもお知らせし,しながら進めることとなっておりますがそうした手続きに入った事実もありません。 はいということで、すね、まあ、菅官房長官が明確に、えー、否定していると、ねまあ、国会に、えー、連絡すらまだしていないということなので、まあ、少なくとも4月1日に緊急事態宣言は出ないということですよね。えーまあ、とはいえ、まあ、今後に向けて、ですね、まあ、あの学びっていうのを深めていければと思います、えー。今回は3つですね、1番、新型コロナウイルスについて、2番は北海道でもう先日ですね行われた緊急事態宣言っていうのはどういうものだったのか、えー、そして3番目、 では海外ととと日本でのののロックダウンの違いいいいいについててうのをやってみたいと思います、はい、まず1番ですね、新型コロナウイルスについてということですけれども、通常のインフルエンザと今回の新型インフルエンザ、新型コロナウイルスの違いということになりますが、致死率ですね、実際にかかってしまった後に死に至ってしまう割合というのが違うということですよね。通常の季節性のインフルエンザというのは0.1%と。 1000、まあ、人の方のうち、まあ、お一人が亡くなってしまうぐらいの確率だというのが、まあ、新型コロナの場合は5%という数字が今出ています。なので、まあ、通常のインフルエンザに比べると、まあ、50倍の致死率ということになりますね。で5%という数字は、新型コロナに感染すると、20人にお一人の方が死に至ってしまう危険性があるという、まあ、そういう数字になっているということです。 でなぜ致死率が高いのかということなんですけれども、まあ、大きくは2つですよね。1番は予防用のワクチンがまだないということですね。2番は発症した後の治療薬がまだないということですよね。でまあ、いずれにしても解決するにはどうしても時間が必要と、ね、今すぐ、ね、完全に解決するということは、やっぱりもうできないということなんですよね。この1、2ヶ月でなんとかなるかっていったら、まあ、ならないということになります。 とはいえ80%の方は軽症なんですねで、まあ、致死率9え5%ということは95%の方はまあ治るというのがまあ現実です でなぜ治るのかと、ね、結局ワクチンもない、治療薬もない、それでも95%の方は治る、それはなぜかといえば人間には免疫能力っていうのがあって、ね、自分の体の中から、ね、その異物っていうのをな、ね、何とかしようという、そういう、ね、自然治癒力みたいなのがあるからですよね。 だからまあ5%の方っていうのはその自然治癒力がまあ結局、ね、新型コロナに負けてしまってまあ死に至ってしまうということになるわけですけれども、まあ、残りの95%の方っていうのはまあ新型コロナよりも自然治癒力の方が強いと、ねえー、いうことですよね。えー、ということはまあ免疫能力が高ければそれほど、ね、過度に心配する必要はないということになります。一番、ね、他の病気気にかかっていないな元気だと 2番ストレスが少ない生活をっ送っているとで体の方が元気で,で精神的にも、ね、元気、まあ、ストレスが少ない生活を送っているということであれば、まあ、密閉密集密着というこの、ね、3つの密というのを避けるという必要最小限のことをやっていればそれほど、ね、極度に恐れる必要はないと、まあ、大丈夫だということですよね。 はいえー、次2番、えー、北海道で行われた緊急事態宣言というのが、ねえー、実際に行われているんですけどこれ、一体どういうふうに、えー、どんなことが行われたのかというのを確認したいと思います。はいはいえー、北海道で行われた緊急事態宣言ということで、実際に何が行われたかということなんですけれども、2月28日から3月19日までの19日間ですね、まず学校の休校、まあ、これは別に北海道に限らず、ほぼ日本全国ですね。えー の、ねえー、学校は、まあ、実際は小学校とか、えー、休校になったということですよね。でもう一つは道民、えー、北海道の北海道民への外出の、まあ、自粛要請というのが知事から行われたということですよね。で交通機関の停止ですよねと、えー、いうのは、えー、行われていないということです。なので 北海道で行われた緊急事態宣言というのが出たんですけど他の都道府県に比べてそこまで、ね、極端にこう違うことが行われたわけではないということですよね。北海道以外でもできるだけ、ね、外出は自粛しましょうと。 不要不急のね、えー、外出はできるだけしないようにしましょうというのはある意味こう日本全国でまあ行われていたものなので、まあ、それが北海道はまあ知事がね、えー、さらにこう、ね、緊急事態宣言という強い言葉を使って要請したということであって、まあ、それ以上の ですねえー、物っていうのはまあ行われてないということですよね。まあ、特にそう。週末とか夜間とかえー、そういったことに関してはまあ外出しないように。まあねえしてください。というお願いをしてね。19日間でまあ緊急事態というのをまあ。 発表しして、ね、それでまあ先日終了したということになりますでこれは一定の効果があったんではないかというふうに認められているということですよね。どうしてかというと、まあね、新規感染者0名という、ね、日を記録することができたから。なので、これは効果があったんではないかというふうに言われているということです、はい。そして3番ですね、海外と日本でのロックダウンの違いについてというのを見てみたいと思います。 で海外と日本でのロックダウンの違いということで、まあ、ロックダウンというのは、ねえー、封鎖とか、ねえー、っていう言葉になりますで海外の場合は強権が発動されている例というのも見られるんですね、えー、例えばまあ罰則ですよね罰則罰金、えー、こういったものがまあ課されている、えー、例えば外出を自粛と言ってるのに、まあ、外出 外出を自粛しなかった人に対してね罰則が与えられたり罰金を課されたりとかまあね場合によっては軍隊が出動したりとかまあ、そういったことっていうのもね海外ではま見られているということなんですよねでこのイメージをそのまま日本に当てはめるとなんかロックダウンっていうのはすごいことが行われるんじゃないかというようなイメージがあるんですけどそれはないということですね日本の場合は人権への最大限の配慮というのが もうう必ず行われるということいこになりますなので基本ですね罰則はないということですあくまでも要請ということになりますねでねあのもう新型コロナに明らかにかかっていてその新型コロナにかかっている人がですね集まるようなそういう,こうイベントを行うでとかね もうそういう明らかに悪質な場合だけ、ね、ちょっと要請を超えた命令ですよね。もういくらなんでもそのイベントはね、中止してくださいとかね、ね、えー、っていうことで、まあね、要請を少しこう、えー、超えた命令っていうのが行われるわけですけど、明らかにそのロックダウンっていう言葉は、海外と日本ではそのね、えー、強さっていうか、強制力はやっぱり違うということは確認しておきたいと思います。 はい。新型インフルエンザ等対策特別措置法というのをちょっと見てみたいと思います。これがですね、改正されて今回の新型コロナにもまあね、応用されるっていうか適用されることになったわけですけれども。はい。ちょっと上の方から読み上げたいと思います。新型インフルエンザ等緊急事態ですね。全国的かつ急速な蔓延により 国民の生活及び経済に甚大な影響を及ぼし、またはその恐れのあるものとして政令で定める要件に該当する事態となった場合、内閣総理大臣は新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行う第32条ということですね。で新型インフルエンザ等緊急事態において以下の措置が可能になるということです。はいえー、それで代表的なのが外出自粛要請、高行上で、細物等の制限等の要請指示。 えー、潜伏期間、治癒、まえー、するまでの期間等を考慮、です都、ね、道府県知事は住民に対し外出の自粛を要請できる、第45条第1項、また、えー、罰則はないものの、多数の者のが利用する施設、学校、社会福祉施設、あとは建築物の床面積の合計が1000平方メートルを超える劇場、映画館、体育館など。 ののの使用制制限限停停止止または物開催を要請するることができる第45条第2項正当な理由がないのに要請に応じないときは特に必要があると認めるときに限り要請にかかる措置を講ずるべきことを指示できる正当な理由がないのに要請に応じないときは特に必要があると認めるときに限りと はい、かなり慎重な表現ですよね。陽性にかかる措置を講ずるべきことを指示できるということです。外出自粛や使用制限の期間はシングル新型インフルエンザ発症後の最初の1、2週間が目安とされている。 ただし、個人の自由や権利の制限につながる恐れもあることから、法の制定の時点で、日本弁護士連合会や日本ペンクラブが2012年3月に、本法への反対声明を出すなど、慎重な運用を求める声もあった。また、第5条において、国民の自由と権利の制限は、必要最小限のものでなければならないと定められていると。 いうことです、ね、だからかなりやっぱりこうね、えー、日本人の基本的人権自由権に対して最大限配慮を行うっていうことがねこう文章の中からですねやっぱり出てると思うんですよね。正当な理由がないのに要請に応じない時は特に必要があると認める時に限り要請にかかる措置にを講ずるべきことを指示できるとかね、えー、もしくは ね、第5条において国民の自由と権利の制限は必要最小限のものでならなければならないと定めているということです。このね前提っていうのは必ず覚えておきたいということです。はい、だからロックダウンという言葉の日本語っていうのは都市封鎖。 ってもうロックしてしまうということなのでなので言葉のイメージからすると文字通り交通機関を止めて都市を封鎖するような印象があるとねロックダウンっていうのはなんかそういう言葉の印象がありますよね首都封鎖とか都市封鎖とかねなんかもうなんかね東京にはね 全然ね、えー、誰もこう外から入ってこれないようにするみたいな、まあ、そういう,こうすごく強い、えー、印象の、えー、言葉なんですけれども、ねえー、実際はその、ね、印象からはかなり遠いということですよね。 ロックダウンという言葉の日本語は都市封鎖にあたる。言葉のイメージからすると、文字通り交通機関を止めて都市を封鎖するような印象がある。しかし、海外と憲法も法律も違う日本において、文字通りの都市封鎖っていうのはできないということですよね。ロックダウンという言葉が都市封鎖っていう言葉をイメージさせはするんだけれども、実際日本語における都市封鎖とか首都封鎖っていうのはできないと。それはもう日本人のね、その移動の自由とかね、そういうこう、 本当に基本的人権、自由権に、ね、直接当たることなのでそれはやっぱできないんですよね。なのでやっぱ海外でロックダウンというのがこういうふうに行われていますとだから日本でもそういったことが行われそうだというのはこれはもう完全にイメージが先行しすぎているということです。ね、あくまでも、ね、その知事からの,、ねその 住民に対しての外出自粛要請そしてイベント等の,、ね、その開催に対しての自粛要請とそれがまあ、ね、今までよりもまあさらにこう強い表現でまあ行われるっていうのがまあ実際のところだということですよねだからそんなに極端に2月3月と、ね、大きく生活が変わるってことはやはり考えにくいということが言えると思います もし今までと違うとしたら、外出の自粛要請、イベントの自粛要請に法律の根拠がつくので、ね、より強い要請になると、ね。より強くお願いしますということにはなるということですよね。なので、交通機関はもちろんですけれども、スーパーやコンビニなど日常生活に関しては、2月3月と大きくは変わらないということが言えると思います。 はい、えー、ということで、まあ、信用できる情報っていうのはね、内閣広報室から出る政府の公式発表ですよね。まあ、内閣総理大臣の発表だとか、すね、官房長官の発表だとか、まあ、そういった、えー、ところから出る情報っていうのがやっぱり信用できる情報だということが言えます。なので、ね、その内閣広報室からっていうののの、ねえー、公式発表。 というのは毎日連日で発表が行われているのでそれを、ね、しっかりと聞いた上でそれで落ち着いて冷静に対応していきたいものだというお話ですはい今回のですね動画がお役に立ったということであればチャンネル登録そして高評価をよろしくお願いいたしますはいとても貴重な時間での動画のご視聴に感謝しています本当にありがとうございます